東京モーターショーが始まってから60周年を迎えたことを記念して、往年の名車およそ70台が日比谷や銀座をパレードしました。1954年に第1回モーターショーが開催された日比谷公園近くのスタート地点には、1950年代から現在までの各年代を代表する名車がずらりと並びました。テープカットの後、二輪車にいつも乗っているというフィギュアスケーターの荒川静香さんがスターターを務め、乗用車や商用車、二輪車が一斉にスタートしました。パレードは日比谷から大手町や日本橋、銀座などおよそ6キロのコースを巡りましたが、自動車メーカーのトップや役員が自ら運転する車もあり、沿道の人たちの熱い声援に手を挙げて応えていました。今年の東京モーターショーは今月29日から来月8日まで東京ビッグサイトで開かれます。